回は実際にスピンガを飲んでみたいと思います。劇場版第26弾名探偵コナン黒金のサブマリンの予告動画、皆さんはご覧になりましたでしょうか。とても面白そうでしたね。特に気になるのが新しく登場する黒の組織の一員、コードネームはピンガ。ご存知の通り黒の組織のメンバーはお酒の名前にちなんだコードネームを与えられます。このピンガはサトウキビが原料のブラジル原産のお酒で、別名をカシャッサと言います。ちなみにラムもサトウキビが原料なので、ピンガはラムの一種だとすることもあるそうです。ラムの側近としてはうってつけのコードネームですね。このピンガというお酒について知れば今度の映画のヒントが得られるかもしれません。ということで今回は実際にピンガを飲んでみたいと思います。ピンガがどんな味か気になるね。気になりますね。ラムの側近だが手強そうだね。そしたら僕たち二人は成人済みなのでお酒飲んでいきます。ではこちらが今回いただくピンガです。ラベルにはカシャッサと書いてあるんですが、カシャッサとピンガは同じお酒です。それではこちらを飲んでいきたいと思います。いいね。飲んでみよう。はい。そうですね。口どけはすごいまろやかで刺さる感じではなかったんですけれど、こう飲み干した時の喉にカーッとくるような力強い感じがしましたね。このピンガというあの今度の映画にも出てくる新しい黒の組織の一員なんですが、どうやらジンを出し抜いてやろうと企んでいる人物らしくて、やっぱりそういう力強さっていうのを感じるようなお酒でしたね。香りはですねあまりしないです。無臭っていう感じがして、まあ、ちょっとやっぱりあのアルコールの、 あの焼酎にも似てるような感じはするんですけれども、お酒だなっていう感じの匂いが香りがしますね。色もね意外と無味だよ。そうですね、色もあの本当に透明で、無色透明といった感じで、じゃどっかに変装とかして紛れ込んでるのね、はい、あかもしれないですね。ピンガ飲んでみて、はい、手強そうでした。結構これはですね、まあ、さっきあの変装してるかもしれないっていうふうに言ったんですけれど、いろんなものと合うかもしれないなって思ったんですね。なのでそういうふうに楽しんでるうちに、ちょっと潰されそうだなって感じはしました。手強いです。そしたらピンがラムの側近なんで、はい、ラムも飲んでみましょうか。はい、まあ、ラムはねナンバー2なんで、うん、もっと手強いと思うんで、うん、飲んでみましょう。はい、さあ続いてはこちらラムいただいていきたいと思います。こちらのラムも先ほどのピンガと同じようにサトウキビを原料としたお酒なんですが、まあ、どのあたりが違うのかっていうところに特に注目していただいていきたいと思います。いいね。それではこちらのラムをいただいていきたいと思います。
そうですね、組織のナンバー2ということもあって、やっぱりさっきのピンガよりも力強いあの感じがしますね。口に入れた途端にカーッとあの鼻の奥までアルコールの刺激がこう突き刺さるような感じでがしまして、これちょっとびっくりしたんですけれども、さっきのいただいたピンガはアルコール度数が40度だったんですが、こっちのラム 37.5 とアルコール度数としてはこっちの方が低いんですね。なんですけれど、こっちの方がよりそのアルコールの刺激が強い感じがして、まあ、やっぱりラムっていうのはそれだけ力強いお酒なんだなっていう、そういうあのイメージが湧きました。でも同じサトウキビってことで、はい、でも味は似てる。味は似てますね。で香りもやっぱりあの、まあ、焼酎と同じような香りがして、まあ、その辺はやっぱりあのラムとピンガっていうのは近いお酒なんだなっていう感じはしましたね。刺激の強さはラムの方が強いと。そうですね、ラムの方があの突き刺さるような感じがして、あのより強敵だなっていう感じはしました。手強いですね。手強いですね。今ピンガとラム飲んだんですけど、やはりね、今回黒貝のサブマリンって言ったら、まあ、メインはハイバラアイなんで、はい、チェリーも飲んでいきたいなと思います。はい、さあ最後にこちらのシェリーをいただいていきたいと思います。シェリーというのは、まあ、ワインの一種ではあるんですが、ワインにブランデーを添加することによってアルコール度数を高めたお酒というふうになっているらしいです。こちらのシェリーもですね、個人的には私ワイン大好きなお酒の一つですので、ちょっと飲んでみるのが楽しみですね。それではこちらのシェリーいただいていきたいと思います。いいね。いや、そうですね、とてもまろやかな味わいがしますね。あの香りはちょっとワインとピンガとかラムみたいなあの蒸留酒の香りが合わさったような香りがしたんですけれども、口当たりはとてもまろやかで、お酒が好きな人にとってはあの飲み進められるような、そういうお酒だと思います。でやっぱり元があのワインであるので、そういうワインの甘さというのもあの奥の方に感じられて、とても魅力的なお酒ですね。やっぱりあの灰原愛もとても魅力的なキャラクターになってますので、本当に会いたかったぜという感じで。ジンもね、はい、やっぱ会いたくなるお酒ですね。ジンもやっぱり会いたくなるお酒ですね。ただこれワインと蒸留酒が混ざったお酒ということなので、このブランデー部分が黒の組織部分に当たるのかなと思います。ワインってやっぱりどっちかというと甘いお酒で親しみのある方なんですけれども、ブランデーはやっぱりとにかく強いイメージがあるので、まあそういう黒い部分と甘い部分が合わさったような、まあ、まさに灰原愛にぴったりなコードネームなんじゃないかなと思います。そうね、はい、まあ、シェリー今回ね、灰原愛が黒貝のサブマリンメインなんで、はい、ちょっと一緒に飲んで、ね、終わると思いますけど、はい、なんかこれ持ったら思い出したけど、あの乾杯のシーンあったね。ありましたね、ヒーローの弾丸で。そう、ヒーローの弾丸だ、はい、なんか灰原愛がね、こう一人でコナン君、これ乾杯ってやってるシーン、はい、一人でやってる。じゃあ飲んでいいか、俺も。はい、あ、飲みやすいですよね。美味しい美味しい、うん、甘いし、で、アルコール度数も程よく高いし、うん、美味しいわ、うん、これ15度でしたっけね。うん、15度ですね。あ、ちょっと甘いね。甘いです、甘いです。あ、飲みやすい。いや、でも本当に、はい、飲んでみて思ったけど、はい、まあ、これと、うん、そのさっきのラムとピンが、うん、戦うということですね、灰原愛が。全くこう味わいも違う2種類のお酒でしたからね。刺激が強いですもんね、はい、ラムとピンが。向こう刺激強いです。なるほど。じゃあこれは手強い戦いになりそうですね。そうですね。でもなんかやっぱ飲むとね、はい、こうやってお酒飲んだりすると、うん、なんかより楽しいになりますね。楽しいですね。もうこれ、はい、今まさに3月31日配信なんで、うん、もう明日から4月ということで、はい、もういよいよ映画ですよ。あ、楽しみですね。楽しみすぎる、はい、ということで、次回の動画でまたお会いしよう。じゃあね。今回飲んでみて分かったこと。黒の組織手強い。